今度はこの伊藤園から出されてるね、軽やかな桃甘酒っていうんですかね、をいただきたいと思います。桃の甘さのお酒ではいただきます。ほど苦さがあってね、なかなかこれいいですね。まあ、麹っつうんですね。ちょっと漢字が読めないもんで申し訳ないんですけども、まあ、伊藤園からこれ再現出されたのかな。で、麹なんですが、確かに米でできてるんですよね、麹って。で、米をこう、細かく潰してというか、砕いてというか、まあ、そういったものをこう、酒と一緒に入れて、で、何日にもわたってこう、漬け込むんですね。で、そうすると、そこにこう、まろやかな味が出てきて、より美味しくなってくるんですね。まあ、私はあまりお酒はあまり飲めない方というか、あまり飲まない方、人間なんですけども、まあね、結構お酒はいいね。麹の甘酒と甘い味わいと、お米の美味しさっていうのが同時に来て、これはなかなかいい味わいですな。さっき名古屋のカレーラーメン食べましたからな、同時にこういうのをね、前回買ってきたんでしょ、お菓子を。なかなかこの麹の甘さがいいですね。してまろやかで、これはこれでなかなかいける味わいではないかなと思います。そんなにね、悪くはないなっていう感じですね。というわけで、どうもありがとうございました。